お元気ですか、僕趣味です。今日は、ね、行列の絶えない札幌の名店麺屋彩味札幌味噌ラーメンのカップラーメンを食べていきたいと思います。じゃあ早速ね、熱湯5分入れて待ちたいと思います。はい、5分経ちました。早速食べたいと思います。まずはですね、こちらの2種類の火薬も入れました。でね、蓋の上にこれをね、蓋の上に乗っけてね、2つのスープもね、温めました。それまずは開けまして、でまずはですね、こちらのですね、これ液体スープの素ですね、液体スープの素をね入れたいと思います。で、これ溶きまして、軽く溶きます。で次にこれですね、後入れ粉末スープって書いてますよね、こちらを入れたいと思います。で少し溶きまして、ではね、早速ね食べていきたいと思います。でまずスープからねいただきたいと思います。なんかね、味噌ラーメンなんだけど、すごくね、甘い感じがするね、味噌ラーメンでございますね、本当に甘いんですよ。どこもね、なんか辛さが一つもないね、なんかね、食べやすいね、味噌スープでございます。で麺をいただきたいと思います。麺はですね、なんかすごくね、弾力があってね、なんかね、一緒にね、スープと一緒に食べるとですね、すっごくね、あってね、うまいね、味噌ラーメンでございます。でよかったらね、こちらの麺野菜味の札幌味噌ラーメンのね、カップラーメンをね買ってみてはいかがでしょうか。今度はね、自分からね、足を運んでね、直接ね食べていきたいと思っております。はいね、またね、またこういったカップラーメン動画も上げていきたいと思いますが、3回連続ね味噌ラーメンでございますので、ね、今度はね、味噌ラーメン以外の方をね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。